こんにちは速塾の久保です、まあ、私が一人に言えるのはね根拠のない自信ってあるじゃないですかいや私の場合は、ね、根拠がないから自信がないんですよだから根拠を作るために活動するしかないですよね水面下って言いますけども水面下でやってればやっぱりこう水の上から出てる部分は進むんですよカルガモとかいるでしょ悠々自適にこうやって進んでるようでも足の下がわーってね 水の下こうやって書いてるわけですよまさにあの反復運動の賜物がカルガマちゃんを前に前にこうやってねクイックって進めてるんだと思うんですよだから根拠がなかったら自信があっちゃダメですよ根拠のない自信って言いますけどもねそれは一部の天才ができること根拠のない自信はだから天才が成功していや根拠のない自信大事だよっていうのをね真に受ける凡人っていうのは、ね、こんなにね滑稽な姿はないんじゃないですか 根拠がないんだから自信ないでしょだってねジョギングすらしたことがない人がどうやってねプロのアスリートと戦うんですかってことですよ。い、ね、いきななり才能が目目覚覚めめるんですか目覚めないですすかよどうやってねボクシングの試合に出て一回もシャドーボクシングすらしたことがない人がマイク・タイソンと勝てるんですかって話ですよね。だから このリングに上がるステージに上がる前にちゃんと根拠があることをやってそれでも自信がなかなかないんですよ人ってのはねだからまだやるまだやるまだやる妥協しないようにできるところまでやるわけですよそれでも勝てないことがあるわけですからね何もやんなければ絶対に勝てないですよねそれこそリングに上がった瞬間に相手がねなんか心臓麻痺で倒れたみたいなことにならない限りは勝てないですよそんな奇跡を望んで生きてるから奇跡がいつまでたっても起こらないんですよね やっぱ奇跡って呼び込むもんだと思うんですよ。それは絶え間なく自分の根拠ある痕跡でですよね。まあそうすることしかないんじゃないかなと思います。で、仮にいろんなことをやって一生懸命根拠を作ったんだけどうまくいかなかった。でもやったってことは残りますよね。それが次の挑戦へのパスポートになるんじゃないかなと思います。まあ根拠のない自信。私は持てないですね。根拠があるからこそ少しだけ。 勇気が湧いてくる自信とまで言わないですけどねでこうやってね FX で6年間勝ってきても明日は勝てないんじゃないかなっていう風なね恐怖があるんですよだから恐怖があるからモチベーションが落ちないモチベーションなんてもんじゃないですねもうすでになんかねやらないと不安ってことじゃなくってこのペースでやってればこの成績が維持できるっていう風に思えるんですよね過去の根拠が今日の自分を支えてくれてるんですよね だから多分1週間何らかの事情でインターネットの回線がとねできないとかね入院で昏睡状態に入りましたとかねなったら多分1週間するんだけど俺大丈夫かなみたいな緩和戻るかなとか思っちゃうかもしれないですねはいじゃあ根拠のない自信 NO ですいってらっしゃい